公害をもたらす。バッタの群れ害虫とは、人間や家畜、ペット、農産物、財産などにとって、有害な作用をもたらす虫。主に無脊椎動物である、小動物、特に昆虫類などの節足動物類を言う。駆除には、殺虫剤が使われる。英語では、害虫、害獣、害鳥はいずれも、バーミンの語で表される。害虫の一覧も参照。 役に立つものは、液虫という。様々な形で人に被害を与えるものに対する、故障である。人の生活のあらゆる面で、それを害する虫がいるので、そのあり方は様々である。常に人に害をなし続けるものもあれば、偶発的に人に害を与える、というものもある。前者であれば、常に注意を怠るわけにはいかない。吸血性昆虫や農業害虫がそれにあたる。 ある視点で見たとき、その虫が害をなすのであれば、それを害中というのであって、別の視点でその虫を見れば、むしろ人にとっての利益になる、液中と判断できる場合もある。生物は互いに複雑な関係を持って生活しており、ある生物種の個体数の増加現象が、生物群集全体に予測できない変化を引き起こす場合もあり得る。駆除の対象とすべきかどうかには、 慎重な判断が必要である。野外の、それも人里離れたところに出た時のみ、危険を与えるようなものに対しては、人間側が配慮すべきであろう。農業害虫とも言われ、極めてたくさんの例がある。収穫後、保存中の農作物を加害するものは、諸国害虫という。農業においては、害虫への対応、いわゆる防除は、人の農作開始から最も重要な課題の一つで、 あり続けている。古くは虫送りなど害虫を追い出す行事があり、最近では農薬を主体とする防除法が発達している。農薬には副作用や環境への影響など様々な問題もあり、現在ではできるだけ農薬を使わない工夫も行われる。天敵利用など自然の作用を利用する防除法なども施行されている。 農業害虫諸国害虫等が該当する。浜だらか人やペットの血を吸ったり、噛んだり、刺したり、体表面に付着した病原体を機械的に運搬することによって被害を与える虫は衛生害虫と呼ばれる。血を吸うものの中には重要な病気を媒介するものがあり、世界的に駆除が検討されているものもある。刺すことで害を与えるものには、蜂や毛虫など、 噛みつくものでは、ムカデなど、機械的に病原体を運搬するものとしては、ハエやゴキブリなどが挙げられる。蜂の場合、アシナガバチやスズメバチは危険視されがちだが、蜂は肉食で、ケムシなどを食べるものであるから、蜂を駆除すれば、ケムシ類が繁殖してしまう。他に人に害を与える昆虫には、体に毒を持つものがある。例えばサスケムシとして、毒牙の仲間がある。 茶毒側卵、幼虫、成虫とも体毛に毒を持ち、触れると炎症を起こす。他に体液に毒を持つ青バアリー型羽隠しなどは、10日に来ることがあり、うっかり体表上で潰すと、炎症や水ぶくれを生じる。製品に昆虫が混入することは、企業イメージの低下を招き、クレーム、回収などの原因になる。食品製造上、特に留意される昆虫は、 以下のようなものが挙げられる。ゴキブリ、ハエなど、一般的に注意されるもののほか、わずかな食品カスや、そこから発生するカビ等を接触して繁殖する昆虫も存在する。標本虫、カツオブシムシ、シバンムシ、コクヌストモドキ、ヒラタムシ、コクゾウムシ、チビタケナガシンクイ、メイガ、チャタテムシ、トビムシなど多岐にわたる。テントウムシやカメムシなど、物陰で、 集団越冬する昆虫が人家を越冬場所に選んだ場合、往々にしてトラブルを引き起こす。アブやカなど血を吸いに飛んでくるもの、ダニやシラミなどの寄生虫は様々な家畜に直接の害を与え病気を媒介するものもある。また、カマキリはミツバチを捕食するため、養蜂場では害虫である。建造物や博物館や美術館などに収蔵される古文書、 美術資料などの文化財は多くが紙や布などの有機質材料でできているため、中外による損傷が発生する。害虫による文化財の損傷は中村と呼ばれ、文化財への中村を及ぼす害虫は文化財害虫と呼ばれる。博物館施設においては文化財に影響を与える照明や湿度、振動や空気質など環境的要因とともに中外の防止が考慮され、 施設内部や収蔵庫は建設の段階から機密性を高くするなど対策がなされ、また定期的に薬剤による燻蒸作業が行われている。薬剤による文化財及び人体や環境への悪影響を避けるため、脱酸素剤、または窒素や二酸化炭素などの不活性機体を用いた低酸素濃度殺虫法も利用されている。 古文書は特に発見された段階で中村が生じていることが多く、損傷状態によっては文書量子と同質材料を用いての修復が行われる。また、本国にあたっては前後の文脈から中村部分の文字を推測し補われることも多い。虫嫌いも参照状気のような農作物、財産、人体に与える具体的な害が特になく、 むしろ実際には害虫を捕食するなど人間にとっては液虫である場合すらあるにもかかわらず、外見や動きが気分を害するという主観的な理由により、害虫に分類される例が近年見られるようになった。不快害虫と呼ばれており、蜘やゲジ、かまど馬、日よけ虫、腕虫、安デなどが代表例。高天性の恐怖などが引き起こしたものであり、現代的な害虫と言える。 近年では、街路樹に生息する、触らなければ害して無害な虫にまで、苦情要請が多く、仙台市の泉区役所には10年で苦情が倍増し、過去においては、その時期特有の減少と割り切られていた減少にまで、行政に対象が求められてしまい、手一杯の状態になっているという、蜜蜂のいる農園より、カトリ市、2017年7月11日閲覧。 書籍の有害生物管理 IPM を中心にマイナス。木川理科。2016年6月7日閲覧。街路樹の虫に、京強苦情10年で倍増仙台、泉区役所。ありがとうございます。